おはようございます。マイトの対話へようこそ。今日は2018年12月1日土曜日です。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日のマヤ歴は金ナンバー37、第一の城の52日間、青い手の13日間、赤い地球音11の日です。まだ、今日で第一の城52日間の、37日目なんですけど、まだまだしっかり種まきをしていきましょう。自分が、今年ですね、7月の12日までが1年なんですけど、それまでに達成したいことの種まきをしっかりとする、青い手の13日間なので、それに対して種まきと行動を粛々としていく、それから自分を癒す、人を癒すっていうことをテーマにしましょう。で、赤い地球と11の日です。赤い地球は心のつながりとか絆、連帯感とかを大事にするってことです。で、音11はグローバルに、今日ですね、音11、そうですね、まあ諸子貫徹とかですね、そういう意味もありますね。初めに立てた目標をしっかりと貫くっていうこともありますけど、今日の音11の日は、グローバルに考え、ローカルに行動するっていう、これはすごくいいなと思ったんですけど、グローバルに考え、目標は大きく、行動はコツコツとみたいな、これすごくいいですね。こんな一日にしてみてください。あとは絆ですね。はい。で、実際に今日の一日を思い浮かべてみたときに、こういった要素をちょっと取り入れてみてください。今日、例えば一日お家でゆっくりするとか、遊びに行くとしても、その何か目標に対しての小さな一つっていうのができないだろうかとかですね。例えば絆を大切にするとかっていうことなので、例えば今日あんまり人に会わないとしても、大切な人に連絡するとか、それとか大切な人のことを思うとか、大切な人に対して感謝の気持ちをこう紙に書いてみるとか、そんなんでも全然よくて、なんか行動っていうのは本当にいろんなパターンがあるので、直接伝えるだけじゃないし、行動も直接、行動っていうのは体を動かすだけじゃない、思考も行動なんで、いろんなことができると思います。今日もいい一日にね、できたらいいですね。はい。で、今日のテーマです。今日のテーマは、心の基本姿勢は感謝がおすすめっていうことにしました。で、私、姿勢の教室をしてるんですよ、ね、でもこれはですね、体の姿勢もなんですけど、体の姿勢だけ良くしても人生って良くならないんですね。し、本当の意味で姿勢良くすることできないんですよ。で、やっぱり心の姿勢をいつも整えておくみたいなことが大事で、その基本がなんかやっぱニュートラル位置っていうか、基本位置っていうか、何でもあるじゃないですか、基本位置みたいな。それはやっぱ感謝がすごいおすすめです。なんか感謝しましょうみたいな風に言うと、ちょっとって思うかもしれないけど、なんかやっぱりいろいろ言っても感謝ってすごく力がありますね。はい。で、不平不満を言いたくなる時とか、心配事があったりする時とか、不安になったりする時とかあると思うんですけど、この時って感謝っていうところに戻ると、すごくそれが少なくなりますね。
これやってみてください。これ訓練なんですよね。で、体もそうなんですけど、例えば肩痛くなったりとか首痛くなったりとか腰痛くなったりするのって基本的に通常の姿勢が原因でなってることがほとんどなんですね。で、まず大事なことは、体の姿勢で言うと痛くならないような基本の姿勢みたいなのを身につけていくのがまず基本なんですよ。でもすごい長年かけてその姿勢って身についてるので急にはやっぱり変わらなくて結構コツコツやらないといけないんですけど、ただですね、コツ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 その基本の姿勢っていうのを身につけていくとですね、痛くなりにくいっていう状態になるんです。でもどうしても痛くなってしまった時はその基本の姿勢を取りやすくするエクササイズみたいなのがあるんでそれをやるんですけどね、はい、で心も一緒かなと思っているんですね。でとにかくいろんな生きていたらいろんなことが起こるんです。多分ね、いろいろ、例えばなんかすごく腹を立てたりとか人間関係で悩んでしまったりとか、病気になったりとか、なんか事故にあったりとか、金銭的に苦労したりとかいろんなことがあると思うんですね。仕事がうまくいかないとかで、この時に、おすすめなのはとにかくまず感謝できることを探すっていうところに戻ることです。で、これはものすごく効果があります。これは道徳論で感謝しましょうよみたいなことじゃなくって、すごく効果があるんですよ。で、例えばちょっと例で自分を責めてしまうみたいな罪悪感とかを感じるとかっていうことってあるじゃないですか。私はあるんですけど、今までもなんかラジオで話してきたんですけどね。で、自分を責めてしまう時に責めちゃいけないみたいに責めない自分になろうみたいなことをするよりも感謝できることを探すんですよ。自分を責めてしまった時、例えば、元気な体で産んでもらったとか、五体満足で産んでもらったとか、五体満足じゃなかったとしても今日まで元気に生きてこられてるとか、暖かい家に、今冬ですけどね、暖かい家に、みんな住んでるあると思うんですね。このラジオ聞いてる方ってね、で家があっていろんな家だと思いますけど、小さな家でも大きな家でも家があって、で友達もいますよね。家族もいますよね。で、今まで来てこられてることってなんか結構当たり前じゃないんですよね。そういうふうに、いっぱいあると思うんですよ。で、今日まで頑張った自分をに感謝とかね、いろいろあると思うんですよ。なんかそういうことを感謝、ありがたいってやっぱ思える練習とか、それとか結構大変なことあった人の方がこれ思えたりとかもするわけですよ。例えば本当にね、例えば食べるものも食べられんかったとか、お金もあんまりなかったみたいな人はそのお金の苦労をしてないだけでもありがたいとかね、食べれるもの食べれるだけでもありがたいとか思えたりとかもあるんですけど、そうなんですね。それとか例えば病気になったとします。病気って、ならない方がいいけど、でもなりますもんね。なんか気をつけてもなるときはなるじゃないですか。で、その時も私はなんか前病気になりたくないとかね思ってたけど、今はもう、なったらなったで仕方ないっていうかね、なっても大丈夫って思ってるんですよ。なってももう大丈夫です。で、
まあ、なった時もすごい心配したりとか、なんでなったのかなとか不安になったりとかすると思うんですけど、今日の日まで健康だったことに感謝したり、ね、生まれた時から病気で治療入退院を繰り返す生活とかじゃなかったことに感謝とかもあるし、健康保険証を持ってて、まあ、そんなに高くない金額で治療が受けられることもありがたいし、あと、まあ、体は病気になってるけど家族や友達がいてとか、あと今の時代だからちっちゃな病気でも治るとか、結構大きな病気でも治るのもありがたいなとか、感謝できることあるし、まあ、例えばなんかお金がね足りないとかいうことがあったとしても、住む家はあるし、ご飯も食べられるし、もし今の日本って本当に最悪の場合でも、その飢え死にしたりするっていうことはないで、例えば家がなくなっても住ましてくれる実家とか親戚とか友達とか絶対いるじゃないですか、ね、で仕事って今日本って人不足なんで、選ばなければ何でもあるじゃないですか。なんかそう思ったら、そこに生まれてきた日本自分で感謝なんですよね。ありがたい、当たり前じゃないそれは。まあなんか例えばそんな感じとかですね、感謝に戻るっていうのは大事で、これは状態が悪くなってから戻る、これいつも言ってますけど、じゃあ遅いんですよ。こう感謝をベースにしていくっていうことで、これですね、私ちょっとおじいちゃんおばあちゃん子なんですけど、すごく家に仏壇があって、結構信心深いね、おじいちゃんおばあちゃんだったんですよ。でも私実は子供の時から思ってることがあって、あそこですごく家族の幸せとか祈ってたりするわけなんですけど、日常生活にする戻るとみんな忘れちゃうんだなって思ってたんです、子供の時から。で、祈りっていうのは大事なことなんだけど、祈るっていうのは基本やっぱり24時間祈ることがないといけないなと思っていて、だから感謝の気持ちも祈る時間とかに感謝する、感謝をする時間に感謝するんじゃなくて、まあ、感謝をベース、心の基本性にしていくと結構うまくいきやすいと思いますので、ぜひやってみてください。はい、心のニュートラルは感謝がおすすめということでお話ししてみました。今日も聞いてくださってありがとうございます。あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように、いつもあなたのことを応援しています。船越舞でした。また明日お会いしましょう。